まあ、この車 LFA はもちろんレクサスというブランドを私強く意識して開発しましたけれども、それと同時に従来のレクサスの枠にとらわれない新しい価値観というのも大切にして開発してきました。で、この車は我々日本人が生み出して日本人が作っている車ですから、まあそれがこの車日本的なものの全ての部分と言っていいんじゃないかと思いますね。我々が開発した LFA をこの LFA 工房の匠の人たちが心を込めて真心を込めて一台一台しっかり作って、お客様のもとに届けてもらう、私からすると非常に信頼が受ける片棒相棒っていうか、そういう存在ですね。そうですね、当然作業者一人一人は、日々の作業の中で、機能よりこう軽量化できないかだとかですね、もっとここの部分をこうしたら速い車になるんじゃないかだとかっていう作業者がですね、自分のやるべきことをしっかりやりながらこの車をもっと発展させていけるんではないかというようなですね、会話もよく聞きますんで、そういったところは作業者一人一人も思ってますし、私も手作りがある上に、まだ手の動きとか仕事のやり方を変えればより良いものができるんじゃないかということは日々考えながら仕事をしています。手作業であるゆえにね、機械任せじゃないところでやっぱり個人の技っていうのがあるんで、それを、いかにうまいことを使うかということで、品物がより一層良くなるということがあるんでね、やっぱりそれは日々考えながら仕事をしています。そうですね、まず作り方からいけば本当に日本人の繊細さが一つ一つの作業に、生きてますんで、そういう繊細さの積み重ねで完成してる車、まあ、作る過程を私は見てるもんですから、まあ、見た感じはですね、やはり、曲線美なんかでいけば日本人が好む曲線美のスタイルになってるんではないかなというふうに思います。日本人が好むそのものの一つに、例えば切れ味とかいうこともあるんですね。そのものをこう切る道具いろいろ世界中にありますけど、日本の例えば日本刀ですね、日本の刀っていったものは力で切るというよりも、なんて言ったらいいですかね、本当にスッと引くその技みたいなものでこう切れる切れ味っていう我々言うんですけどね、そういうその、表現難しいですけど、そういうような、例えば日本刀に見られるようなそういうイメージといったものをこの車の開発の初期に当然強くインスピレーションしましたね。要はもう力ずくでスピード出すというよりは、パワーももちろん大切なんですけど、いろんなその車全体が一体となってこの風をなんていうか敵にするんではなくて、風を味方にするようにして走っていくとかですね、そういうようなイメージ、日本刀の切れ味とかそういうのも頭の中にイメージしましたし、それとやはりエンジンのサウンドをね、私車に乗るにはやっぱりエンジンのサウンド、いいサウンドを聞きたいという強い LFA のエンジンサウンドも、その何て言いますか、楽器をね、名演奏家が楽器をこう演奏していい音楽が鳴り響くような、そんなようなイメージを持ちながら、例えばこの LFA のエンジンサウンドの開発なんかに進めましたね。そうですね、そのゆっくり走ってる時はすごいある程度静かな車なんですけども、いざアクセルを全開にするともうすごいレスポンスがすごい、サウンドもすごいですし、
だし彼女いませんけど彼女とデートをするというような気持ちですかね。最後の1台がですね完成した時には、まだ あと 2,3 週間先なんですけれども、私の立場としては、今まで本当に、作業者が、怪我をすることなく、これも全員が、この車に携わった全員が同じ達成感を味わえるんじゃないかなというふうに思ってます。個人的には、男の子と女の子がいるんですけれども、娘が嫁いでいく時のような心境になるんではないかなと。まず黄色は大好きですね。イエローね、パールイエロー。からもあとね、もう一ついいのはね、黒い、外反色に、私なら、イエローですかね。はい。で、ノーマルのパッケージでもう十分だと思います。やっぱりニュルパッケージオレンジですね。これなかなかセクシーでいいなと思いますね。